那比新宮神社は、岐阜県郡上市八幡田町那比にある神社である。新宮神社とも言う、甲賀山を囲む、甲賀六所の一社。神体が仏像であることや、平安時代、鎌倉時代の掛け仏が大量に、あるなど、廃仏希釈以前の神仏集合の形が残っている。境内の杉は、樹齢300年以上と推測される。境内林全体は、那比し宮神社社層として、 1962年に岐阜県指定天然記念物に指定されている。岐阜県関市の甲賀神社にある高光甲と猿、虎蛇の増舎殿によると、天略年間、この地に妖怪猿、虎蛇が住みつき、村人に危害を加えているのを聞いた朝廷は、藤原高光をこの地に使わせ、妖怪を退治したという。この時、甲賀山台本神宮大行寺神社を再建し、 七中野妖怪退治の祈願をしたという。その後、甲賀山麓の六箇所に神社を建立したとされている。那比新宮神社は、この甲賀六社の一つとして創建された。平安時代後期以降は、甲賀岩親神新宮と称され、神仏集合により独自の信仰形態をとっていた。明治時代の廃仏希釈の際には、地元住民の手で、神仏集合の形態が守られたという。 国像菩薩座像は、当神社の神体で、造十48.8センチメートル。本体は、銅製と金、二重円光に、唐草分すかし彫りの後輩も銅製、九十連下の台座は木心に銅板を貼り、と金銀を施したもので、全体に精緻な作りになる。掛け仏は、銅製円形の鏡板に半肉彫りの仏像を貼り付けたもので、 当神社には255面もの多数が伝来する。中には、在名品を含み、最古の年を有する者は、昭華元年名の国造菩薩掛け仏である。那比神宮信仰資料は、鎌倉南北朝時代を中心とした、神仏集合の信仰形態を示す資料が豊富に、残ることで貴重である。身体の国造菩薩像を除く、文化財は、境内の宝物庫に収蔵されている。 山麓から望む、甲賀神社の鳥居と甲賀山甲賀山を主法とした山の山麓にあり、甲賀山を囲む6つの神社。かつては六社巡りという、この6つの社をお根ずいに一日で歩いて巡る国行が存在した。ありがとうございます。